は喋らなくなるかもしれない喋ってよ喋ってくださいミスを怖がってるダメダメダメトライしよう次行きましょうか、うん、はい、七井さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後の質問、これ最後なんだ。はい、翔太さんから、うん、質問が、サーブに安定感を出すために、うん、特に意識すべきことは何か教えてください。特にうん、これでもありましたよね、質問。同じようなの。そうですね、安定感、みんなやっぱりね、そこは意識するところなんじゃないの、うん、気にしてる。特にみんな違いますもんね。うん、特にか、でも感覚なんですね、結構ね、うん、入れたいのかな、うん、まあやっぱスピードを保つ安定感とかではないでしょ、うん、その安定感というのはシンプルにはやっぱりダブルフォルト少なくしたいとか、そうですね、緊張した時に入れたいとか、うん、入るっていうのをね、うん、皆さんやっぱ意識しますよ ね。そうするとやっぱりうちのシステムはシュピンサーブ、うん、そうですね、シュピン、うん、これ噛んでないよ、これは噛んでないですよねこれは言うんですよ、うん、シュピンサーブ、シュって言えって言うんですか、うん、そうね、回転をかける、そう回転をかけるということです、うん、まあそしたら安定感は出ますよね、うんうん、山なりになるんで、うん、やっぱこれはもう近代テニスでは必須のスキルじゃないですか、うん、スピンサーブ、シュピンサーブね、うん、ちょっと前まで女子はあんま打てなかったんですけど、そう最近もう今はもうね、うん、スタンダードですよ、うん、やっぱり戦略的にもね、ちょっと追いついてきた感もあるし、うんうん、女子でも筋肉はね、すごい。筋肉すっごい。さっかりはすごい。すごい。昨日のね。あれはかっこいい。いや、さっかり流れあったけどね。ーサービングフォーザセット。ああ取ってましたよね、うん。いや、で、やっぱりこう、し、噛んだ。またどこで噛むね、あれでもプロのやり方としてあれ主導権持ってね、うん、積極的にやってたのはすごく良かったよね、うん、人間でしたよね、でもね、うん、なんかフォアが緊張やってます、フォアがね、あ、やっぱりちょっとリスクが、うん、あのもうちょっとリスクを抑えた主導権ができたら、うん、勝ってたね、うん、結構ダウンザライン際どいところに行ってた、行ってた、でスライスでジョンってこう、そうそうそう、結構戻されて、うん、そうそう、だからまあ、ね、あれ相手なんていう選手やった、ロシアの、うん、そうそう、ね、だからチブルコか、ロシアか、ちょっと入れに行ってたね、ムーンボールとか、はい、けん、ゆるくゆるくいってました、ね、そうだから、うん、やっぱこうね、ちょっとそこを上回るところなんだけどね、うん、プロの世界ではもうちょっと厳しくて、そうですね、主導権がある方がやっぱ勝つんだけど、ちょいね、我慢、ちょいだったね、クレチコバ、クレチコバ、チェコ、ロシアじゃなかった、クレチコバはチェコですね、うん、あ、チェコ、もう一つのチブルコバ、あ、じゃあパブリチェンコ、うん、がロシア、うん、ロシアバックと書いてましたよね、シャラポワ以来とか、うん、パブリチェンコロシアですね、あ、ね、まあその辺のね、やっぱ駆け引きがね、うん、面白い、もう本当に細かい駆け引きやった、回転かけようってことですね。そうですね。安定感を出すためには、サーブにの安定感、うん。やっぱシュピンサーブ、うん、やっぱシュピンサーブ打つためにはね、グリップが大事だから、うん、コンチネンタルグリップか、うん、もうちょっと薄いグリップで、うん、そうですね、こう最初構えた時に、うん、打つ面が上を、うん、そう、基本はね、うん、今のトッププラは上向いてますよ、うんうんうん、だからまあそれが、地面に対して、直角、うんうん、横を向くか、うん、上をちょっと向くか、うん、っていうグリップにしたいね、うん、でそこから下から上の回転を、うん、下から上方向の、まあちょっと右利きだったら右上でもいいんだけど、うん、そのローディングができて回転がたくさんかけることができれば
安定するよね、うん、そうですね、安定感は出ますよ、うんうん、だからうちのね育成も B クラスに入ったら小学校4年生とかねの子たちもその回転から覚えさせるよね、うん、そうですね、うん、ボール投げからラケット使ってそのちょっと顔の前でシュ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 ッとこう下から上の面で触る手裏剣みたいにこうちょっと触ってシュッてさせて、で実際打ってみてみたいなね流れがね、これも YouTube であったんじゃないですか、シュピンサーブとかやってますね、うんうんうん、動画で映像でやってますよね、うんうん、じゃあこれも概要欄に載せましょうか、はい、見てください、はい、頑張りましょう、はい、できるよ、そうですね、サーブ翔太さんちょっとサーブ安定感増すためにシュピンサーブを、うん、回転ね、回転、サーブ安定したらねゲームは良くなるよね、うん、まあある程度はね、うん、やっぱりダブルフォールトと、まずダブルフォールトとリターンミスを少なくしたいよね、そうですね、まとまりますね、そしたら、うん、試合がこう負けにくくなるね、うんうん、ちょっと入ってしまえばね、うん、始まるから、うん、まず入れないですね、そう、そうなんですよ、うん、なんだよね、でもな、翔太さん頑張ってください、ビビっちゃうんだよ、頑張りましょう、はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います、はい、それでは T スタイル26テニスクラブの武志コーチと中原コーチと白津でした、ほな、さよなら。